はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの職業を使っていきたいと思います。旅芸人ですね。レベル99まで上げてます。で、下級職ってレベル70の状態の時にステータスがかなり低かったんだよね、下級職全体が。で、レベル99まで上げると上級職にある程度追いつける形になってます。まあ修正されたんだと思うんだけどね。うん、下級職はあまりにも弱すぎたのでちょっと上級職に、合わせるぐらいの強さにしたんだと思います。で、ダウンロードコンテンツで使える技が増えてますね。この2つ、戦いのビート、そして超ハッスルダンス、 あとエンドオブシーンもね。まあ、とにかく戦いのビート、これが使えるのよ。全体を攻撃力2段階上げるので、もうこいつがいればもうバフはこと足りるので、あとはアタッカー3人にできるんでめちゃくちゃいいよね。まあ、超ハッスルダンスもあるので回復も任せとけっていうところですね。はい、ということで今日は旅芸人使ってみましょう。キラーマジンガーと戦いますね。で、テンションはちょっと調整してきました。じゃないとちょっとね、こいつはねめんどくさくなる時があるのよ。で、最初の行動で戦いのビート行きましょうか。アンルシアとヒューザはすでにバイキルトかかってるんだけども、まあまあいいでしょう。自分とマイユはねかかってないんで、うん、このね自動でバイキルトがかかるようになってちょっとね、旅芸人微妙かなと思ったんだけども、まあまあいいでしょう。うん、で、旅芸人とか踊り子は再行動しやすいからね。再行動はすごいしやすいです。なぜかというと装備に再行動がついてるんですよ、踊り子の服に。なのですごく装備的にも恵まれてますね。闘魂一括でちょっとひるませよう。覚悟はいい？じゃないとちょっと攻撃させたくないな。2回攻撃、よっしゃ。大体来るからね、アンルシアは。2回に1回ぐらいは、うん、再び行動してくれるんで、いいですね。あ、これです。巻いての服か。これに、たまに再行動プラス 6% がついてるのよ。なので、他のキャラクターよりも 6%、多く、確率としてはね、2回攻撃ができるので、すごくいいよね。んで、もう、バイキルト必要ないんで、攻撃しましょう。扇の前で全然ダメージ与えれるでしょ？うん、1800よ？攻撃力が低いわけじゃないんで、もう、強い強い強い。で、まずこれで1体目終わりかな？終わりだね。で、2体目も、おぉ、最高度、最高だな、本当に。本当にアクセルギアがもう最高すぎる。で、闘魂一括、これもう無傷で倒せるね。不死鳥天武、最高度来る、あ、来ないか。まあ大丈夫でしょう。扇の前して、不死鳥天武、ハハハハ、ひどいな。うんで、次でも切れるから連撃を入れときましょう。終わりだ。いやー最高だな。やっぱりバイキルト入ると強いよね。はい、それでは戻ってきました。今日はですね、旅芸人使ってみました。自動でねバイキルトが入るようになって若干微妙かなと思うんだけども、でもやっぱりね入らないことも多々あるので、戦いのビートは優秀です。まあ消されることもあるしね、切れることだってある。なのでこれがあるとすごく便利で、超ハッスルダンスで回復までできるので素晴らしいよ。うん、で装備にまでね恵まれてるのでいいですよね。
装備可能なのが旅芸人、レンジャー、スーパースター、踊り子、遊び人か。あー、この、5色は恵まれてるね。最高度プラス 6% がついてるので、他の職業よりも多く行動がしやすくなる。うん、素晴らしいです。はい、では皆さんも旅芸人使ってみてはどうでしょうか。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。